アジア系住民に対するヘイトクライムについて話したいと思います。ちょっとね、こういう難しいことを話そうとすると私の吃音が絶対途中で出ると思うんですけども、ちょっと不愉快に思う人がもしかして続出するんじゃないか、ちょっと心配です。しかしちょっと言ってみます。私のチャンネル小さいんでね、言いたいこと言えばいいじゃないかとも思うんですけど、どうもブレーキがかかるんですよ。アジア系に対するで、今年とか去年とかですね、もしラジオで聞いてたらわからないですけども、テレビで見るとわかるじゃないですか。何系の人が、よくひどいことしてるとかね。残念なことにね、アフリカ系の人がアジア系の人を、蹴ったり殴ったりとか、男性女性問わずですね。で、ちょっと私が気がついたのは、アジア系の人がたくさんいるはずの場所、東海岸とか西海岸とか、ニューヨークとか、カリフォルニアですかね。そういうニュースを見ると、もう私もちょっともうビクビクしちゃいますよ。もうげ、あの、外出するのも嫌だなって思ったり、あとはですね、もうおまわりさんがかぶってるようなヘルメット買おうかなとか思うんですよ。なんですかね、頭蓋骨にひびが入ったりとか、片目失明したりとか、歯が折れたりとかって、ちょっと怖いですからね。で、20何年前でしたっけ、ロドニー・キングでしたっけ、白人警官からもう殴る蹴る。で、その後韓国系のお店が、すごい、ズタボロにされたと。で、なんでは、あの、えっと、白人警官のが発端なのに、なんで韓国系のお店がとかってちょっと思ったんですよね。その頃は私20代でしたかね。で、今回ですね、去年とか今年、やっぱりコロナウイルスが、中国の武漢っていう、そういうのを見るとね、それもっていう気も、しょうがないのかなとかも思うんですけれども。で、私も渡米して22年ぐらいですかね。で、黒人の女性から、結構きついことを言われたりされたりしたことがあったんですけども。で、それの理由っていうのを、とある日本人の先輩ママさん、先輩奥さんが、おっしゃることには、その方も、その人のご主人が彼女に、教えてあげたというか説明したんですけども、私たち、ちょっとカタカナで言うと、今ちょっと隣のでちょっと聞こえるといけないんで、できるだけひらがなを使いますけど、東洋系の女性って、誰とでも結婚できますよね。今はどうだか分かんないですけども、3年ぐらい前から賢い男の人たちが増えてきて、結婚しない風潮が、ちょっと出てきたんで、ちょっとそれ話すと、ちょっと電話帳みたいになっちゃうんで、ちょっとここまでにしますけども、2、3年ぐらい前までであれば、アジア系の女性って、白人とも結婚してる人多い、アフリカ系と結婚してる人も多い、中南米系と結婚してる人も多い、で、アジア系の人、日本人同士以外でも、韓国、中国、どこそこと結婚してる人が多いので、日本に住んでて、日本で婚活が長引いてる女性とか、海外に目を向けたらすぐに結婚できるんじゃないのかなみたいに、ちょっと思ったこともあるんですけども。でですね、アメリカで有名な、出会いアプリ、
OK キューピットの、リサーチによると、そのアジア系の女性は、まあ、すぐに相手が見つかると。で、一番相手が見つかりにくいのは、そのいわゆる異性愛、ヘテロセクシャルの場合ですけど、アジア系の男性は相手が見つかりにくい、そしてアフリカ系の女性も相手が見つかりにくいって、そういうデータがあるそうなんですよ。ちょっと何パーセントとか、ちょっとそういう数字とかちょっと分かんないですけども、でそれともしかして関係あるのかなみたいにちょっと思いますね。であとですね、まあ、そうに言ってる人、あっちこっちにいるみたいなんで、まあ別に、私が言うのも、ジューシーカーさんも同じこと言ってるなって思われるかもしれないですけど、で、これはです、ちょっと今から私が話すことは、YouTube でもネットでも聞いたことがないんで、もしかしたらこんなこと考えてるのは、ジューシーカーさん世界で一人かもしれませんよって、ちょっとそういう少数意見でございます。ですね、まあ、アフリカ系の人ですね、まあ黒人の方ですね、ちょっとね、両方ともそういう、ちょっと言うのちょっと遠慮しいし、私言っちゃうんですよ。なぜかっていうと、近所の人が、なんですかね、私はアフリカ系って言われるのも黒人って言われるのも嫌いだって、両方とも嫌いだってそうにおっしゃってたんで、あ、じゃあどうしようってなっちゃうじゃないですか。で、まあ、私、まあ、たもしかして世界で一人かもしれないですけどね、こんなことまあ、思うのは。まあ、でも言いますね、アフリカ系の人ですね、なんか洞察力のある人が結構多い。で、ですね、私もそんなに親しくしてもらった人とか、まあ、少ないっていうか、まあ、私そもそも陰キャコミュ障なんで、まあ、人との触れ合いとかそんななかったんですけども、女性で1人と、あと男性で2人、3人って言うべきかな、洞察力のある方がいらして。まあ、例えばですよ、で男性3人、そのうちの2人は私の仕事の同僚の人ですよ。でもう1人はテレビに出てきたドラマの あれなんですけども、で、まあ、そので、あと女性が1人と。でその4人に共通して言える、まあ、洞察力なんか鋭いなって私思ったんですよ。それはですね、まあ、とある、なんですかね、ご自分たちに関係のない、まあ、家族だ親戚だなんやらのことを、まあ、ちょっと、まあ、私が、まあ、報告がてら、週末どうだったみたいな話しますよね、月曜日とかに。そういう時に話した時に、まあ、相手の女性になんかもうすごい、なんでしょうね、1を聞いて10を知るっていうのとちょっとつながるような、なんか、この女性すごい洞察力があるんだなって思ったのが一つと、で、あと私の同僚の人で、とあるお祝い事に参加したんですよ、仕事場の人たちと一緒に。で、そしたら、まあ、お祝い事なんで、まあ、ちょっと何とは言いませんけど、まあ、みんなそこに出席してる人たちは、まあ、表向きはニコニコしてますよね。で、しかし、まあ、私の上司の、アフリカ系の男性はですね、黒人男性の方はですね、誰々さんと誰々さん、もしかして仲悪いの？って、それ気がついたんですよ。で、まあ、私はその誰々さんと誰々さんって、まあ、一応知ってるんで、一応私の関係続きのお祝い事なんで、私はまあ知ってはいたんですけれど、まあ、その私の上司の、アフリカ系アメリカ人の男性は、まあ、初対面なのに、まあ、それがそういうのちゃんと分かってたみたいで、あ、すごいなとか思ったんですよ。で、
その、まあ、私今住んでるところアフリカ系アメリカ人の人たくさん住んでますけども、まあ、私よりももっと詳しい人が今のこの話を聞いたら、ああそうだそうだって思うのか、それともそうかなって思うのか、ちょっとそれはわからないんですけれど、まあ、もしそういう洞察力の鋭い人がもし多いとしたら、まあそりゃこの世の不正義とか、まあそりゃ憤りはすごいものがあるのはまあしょうがないかなみたいにも思うんですよね。で、あとですね、アジア系の方ですけれど、ちょっと私、いわゆるビクティムシェイミングとか普段しない方なんですよ。ビクティムシェイミングっていうのは、被害者を責めるってそういう意味ですよね。まあ、一番分かりやすい例で言うと、例えば性被害者に遭った女性に対して、あなたどういう服装してたの、その時って、そういう質問をするとか、まあ、そういうことを、まあ、ちょっと、そういう質問はマイクロアグレッションって言うんですかね。まあそういうことですけど、まあ、アジア系の人はこれも私の、目の錯覚かもしれないんですけれど、なんかこう人をなんかこう見下すような顔をしてる人結構多いと思うんですよ。で、私ジューシーカーはもちろんですね、見下される方の側なんですけど、その、まあ、外見上だったりとか、住んでるエリア、まあ、ジップコード、郵便番号で分かるんですよね。その、この人はどのぐらいの経歴というか、収入とか、まあ、大体分かるんですよね。まあ、そういうのもあるし、で、まあ、服装でも分かりますからね。なので、私はあまりアジア系の人、駅だとか、電車の駅だとか、道端とか、食材品だとか、そういうところでもあんまり目を合わせないようにしている。なんかこう、目があったなり、なんかこう、見る見る向こうの目つきが、なんか軽蔑の色に染まってるような、なんかちょっとそういうの嫌じゃないですか。なんで、まあ私はあんまり、アジア系の人見ないようにはしてるんですけども、で、どうなんでしょうね。なんかこう、アジア系の人って自分の考えが顔に出やすい、なんかこう、ポーカーフェイスが下手なんですかね。なんかアメリカ人、その、まあ、白人でも黒人でも、あんまり、なんか思ってることが顔に出てるような感じじゃないっていうか、アメリカ人は、ポーカーフェイスが上手なのかななんて、ちょっと、そんなふうに思っちゃうんですよ。あ、これ、世界で私一人がそう思ってるだけかもしれないんで、ちょっと、あんまり、話半分に聞いてほしいんですけど、で、そういう、なんか、で、アジア系の人って、頭いい人多いですよね。その、韓国から来ました、中国から来ましたとか、台湾から来ました、シンガポールから来ました。まあそういう人たちって、英語もすごい上手だし、まあ勉強できるとか、まあ優秀な人多いで、アメリカで生まれたアジアの人たちも、まあ勉強できる人多い。で、まあそうなると、会計士だ、歯医者さんだ、とかになってる人多いですよね。まあ医者だとか、弁護士だとか。で、あと、アジア系の人は、まあ離婚率とか、あと、母子家庭率も、まあちょっと低いみたいですね。まあちょっと数値ちょっと 見てないっていうか忘れましたけど、その、離婚率とか、母子家庭率とか、あと、托卵って、卵を託す、その、まあ、英語で言う、あ、じゃない、父子かく、あの、父子ってた、あの、父親、あ、父姓か。父親の姓ってかね、父姓確認訴訟とか、そういうの、
アジア系の人少ないと思うんですよね。まあ、そういうの、モデルマイノリティのでいうと、このアカデミックストリングス、アカデミックサクセスとか、ファイナンシャルスタビリティ、ステーブルのスタビリティとか、ファミリースタビリティ、ステーブルっていうのは安定してるっていうことですね。まあ、それのことで、まあその、まあね、そっち方面が危うい人々が、まあアジア系のことを憎んでるのかな、みたいにちょっと思いやすね。で、アジア系の方も、なんかこう、まあ、私もね、同じアジア系でありながら、先ほども言ったように、あまり目を合わせないようにしてるっていうのは、向こうが私を見た時に、その私の外見とか、服装とか乗ってる車とか、あと、ショッピングカートの中身とか、そういうの見れば、まあ、分かりますよね。で、向こうの人がですね、のお目目さんが見る見るうちに軽蔑の色に変わってくるって、そういうのもう辛いんでね、まあ、私は見ないようにしてますけども、まあ、もしもそういうその、アジア系の人たちのってなんか人を小バカにしたように見るよねみたいに、もし思ってる人がいたとしたら、なんかアジア系の人嫌う人増えるんじゃないかなとか思うんですよ。まあ、別に実際に被害に遭った人々がそういう態度に出ていたかどうかって、それは私もわからないですけれども、なんかこう、アジア系の人ってこうだよねみたいな、そういうのがなんかこう積み上げられてっていうか、醸成されてみたいな、そういうのがあるかもしんないなとか思うんですよね。私もちょっとね、まあ怖いですけれどもね。で、まあ確かにそのアジア系の、高齢者とか女性っていうのを、そういうの聞くと、ちょっと私も まあ、心配っていうか、怖いですよね。まあ、最後に、外に出たのは、2週間前ですかね。ワクチンの第1回目でしたけどもね。病院といえども、なんか安心できない。で、差別って、どこでされてもそりゃ嫌なもんだと思うんですよ。その駅だろうが、ショッピングモールだろうが、学校だろうが、どこでも辛いとは思いますけども、私が一番、辛いと思ったとか、情けないと思ったのは、ある教会って、宗教の教会ですよ。そっちの、お祝いの席でしたよね。なんかとある、成人式に呼ばれたんですよね。で、そのセレモニーが終わって、お食事っていう段になった時に、知らない人から、怒鳴られたことがあるんですよね。それに、21年ぐらい前ですかね。そう、教会って、宗教施設ですよ。そういうとこでも、なんかこう、その、まあ、参加者に対して、そういうことを言ってくる。ちょっと中身は、言いませんけども。場所によって辛いとか、そういうことを言うのはちょっと変な話かもしれないですけどもね。それとか、あとは、差別する人の職業も、何ですかね、なんか、こんな職業の人でさえっていう、そういうのあると思うんですよね。数日前もなんかニュースでありましたけど、ズームミーティングで、ミュートにするの忘れてて、学校の先生が、なんか、
アフリカ系アメリカ人の生徒のことを悪く言ってたとか、そういうのが、問題になったとか言いますけどもね。はい。まあ、なんか気が抜けないっていうのはちょっと嫌ですね。その、大都市だろうが、田舎だろうがとか、あと、教養のあるアメリカ人だろうが、教養がなかろうがっていう、なんか、そういう、で、まあ、そうなると、もう、予防のしようがない。まあ、そりゃ、例えば、何十年も前、30年以上前とか、もっともっと前とか、そういうのであれば、差別の激しい場所っていうの、あったと思うんですけど、今はもうなんか、もう所構わずみたいな感じなんでね。はい。そういうことでございます。私本当にもうおまわりさんが被ってるヘルメット欲しいですよ。あれ買えばフェイスシールドにもなるじゃないですか。で、私、マスクは、いくつか持ってますけど、使い捨てだったり、布だったり。だけど、フェイスシールド私持ってないんですよ。で、フェイスシールドの代わりにサングラスとかかけて、なんかその目からでも菌が入るとかって言いますからね。いやー、なんかそのおまわりさんのちょっとね、買おうと思います。で、そうやってやり過ごして、パンデミックも、収まるのにどのぐらいかかるかわかりませんけどもね。はい。ということで、聞いてくださってる方も、日々何か小さい楽しみを持ってる方々、日々、お過ごしになって、少しでも楽しくやっていきましょう。はい。今日も、喫音口下手動画、お付き合いくださりありがとうございました。